企学的幻覚は、梶井本次郎の短編小説。名ピアニストの奏でる演奏曲の音と、鍵盤を弾く演奏者の動作との有利の幻覚体験を綴った作品。聴覚と視覚の分離の錯覚により孤高の幻想状態に導かれ、人間存在の不条理性に思い至る過程が、魅惑的な趣で聖地に描かれている。執筆の約2年前に連日聞きに行ったジル。 マルシェックスの来日ピアノ演奏会の体験を題材にした短編で執筆当時に伊豆湯ヶ島で見たジョールリギダ大ーの会での体感が創作契機となっている作品である。1928年5月1日発行の同人誌誌近代風景に掲載され、同年12月5日発行の期間同人誌首都史論第2冊に再掲載された。その後、 元次郎の死の前年の1931年5月15日に、武蔵野書院により観光の作品集、レモンに収録された。同書には他に17編の短編が収録されている。翻訳版は、スティーブン・ドット役により、アメリカ、クリスティーン・コダマ役により、フランスで行われている。ある秋、私は、フランスから来日したピアニストの6回にわたる、連続の演奏会を聴きに行った。 会場は、ホテルのホールの静かなこじんまりした雰囲気で、私は、会を重ねるごとに教室に通うような親しみで、その好ましい形式の音楽会を楽しみに通った。その連続演奏会も、終盤近い、あるアーベントで、私はいつにない、落ち着いた頭の調明さで、第一部の長いそなたに集中した。その深い高揚感の幸福で、 今晩不眠の夜の苦痛が待っていることを予感するも、私は、そなたの感情の世界に没入し、大きな感動を味わった。休憩時間、離れた席の友人と沈黙のまま屋外に出た。私は、今しがたの強い感動の余韻がある種の無感動に似ていることをしみじみと感じ、誰かが先ほどのモチーフの旋律を口笛で繰り返す、軽はずみな音に、 鋭い剣を覚えるほどだった。会場に戻り、次の部の演奏が始まろうとするとき、私は自分の頭が何か凍ったような変な重苦しさを感じた。やがて次々に演奏されるフランスの現代作品を聴いているうちに、鍵盤を連弾する演奏者の巧みな指の動きと鳴り響く音楽とが有利しているように、私には見えてくる。 そして不意に近くが音楽から離れ、私の意識は会場全体の空気に移行することが顕著になってきた。聴衆のどよめきや拍手の音の喧騒と曲目が再び開始され演奏の微妙な一音も聞き漏らす前と息を殺す人々の静寂との落差の推移までもが私には長い音楽のように映り始める。その感覚は幼い頃に人々の喧騒の中で 自分の領事に指で線を押し、開けたり閉じたり、グワウ、グワウと音を断続させ、周囲の喧騒と違う一人だけの世界の中で、周りの人の顔も喧騒も全てが無意味なものに見えてくる、孤独の感じに似ていた。ピアニストの右手が、ピアニッシモの高いピッチを細かく弾くときの、そこに集中する聴衆の石化した完全な窒息は、 たとえ演奏者の白い手がそこで殺人を演じても誰一人として叫ばないように私には見え、私の目にも耳にもまだ明瞭に残る寸前の拍手やどよめきには来たつ音がまるで夢であったかのように感じられた。私の感覚にはそれがとても不思議なものを思え、言い,いようのない儚さでその音楽界と音楽界を包んでいる都会、そして世界の果てもない孤独を思った。 私にはもうすべてが無意味だった。最後の拍手が終わり、人々が帰り支度を始める音楽会の終了を、私は病気のような赤涼感で出口に向かって移動した。出口近くで私の前に音楽好きで有名なある公爵の威厳のある背広姿の方が現れ、その福祉の匂いが私の赤涼をさらに打った瞬間、公爵の姿は萎縮しその場に倒れた。私は 自分の意志からでない同様の犯行を何人、物心に加えてしまうことに言い難い憂鬱を感じ、玄関ホールで待つ友人のもとへ急いだ。その夜はいつもは足を伸ばす銀座には立ち寄らず、私は一人歩いて家に帰った。予感していた不眠症に私は幾晩も苦しめられることになった。友人、ジルマルシェックス来日演奏会。 気学的幻覚の執筆から遡ること約2年前の1925年10月から11月に、かけ、梶井い次郎は、帝国ホテルの演芸場で開かれたジルマルシェックスのピアノ演奏会に通った。その東京での公演日程は、10月10日、11日、17日、25日、26日、11月1日の6日間で、元次郎は、 なけなしの金をはたいて、6回分投資の切符を買っていた。貧乏で下宿代も払うのも、やっとだった東京帝国大学生の元次郎は、大いに迷った挙句、悲壮な気持ちで当時としては、大金の10円を出すことを一大決心し、切符を買う時の真剣な顔つきを同行した友達に、後日からかわれてしまい、小便をしたか、つたからだらうとごまかしたほどだった。 その演奏会の投資の切符には40円、19円、10円の3種類とボックス席300円もあったその前月9月に導入し青空10月通貫8号に乗せる路上奥東の末にかき上げ一息ついていた音楽好きの元次郎にとり未知の若いフランス人ピアニストの来日演奏会はとても魅力的で滅多に聴けない新しい生演奏を味わえる 冒険のチャンスでもあった。元次郎は3回目の演奏会を聞き終えたとき、その新しい曲の演奏に深く見せられた。2回目の日が済んだとき、ああもう2日も聞いてしまったと外観しました。実に心を乱して聞き過ごすには惜しい美しい音楽でした。1日目は、そんな実感も起こらなかったのです。そしてこの間の3日目を聞いた夜は、とても見せられまして。 興奮、と言っても動的な熱狂的なものではありません。性的な瞑想的なとでも言いませんか。しながら10時半頃の雨上がりの街を歩きました。梶井い次郎、近藤直人宛の所管当時若手のジルマルシェックスは、パリのコンセルバトワールを主席で卒業した後に、ルルーやコルトーに支持したピアノ演奏家で、文化交換施設として来日し、朝日新聞でも来訪が報じられた。講演は、 東京の六夜の演奏会を皮切りに、仙台、横浜、神戸、大阪、京都でも公演が行われた。この公演の実現の背景には、パリ国際大学都市日本館建設が行われていたことや、ヨーロッパの社交界で有名な薩摩二郎八の人力があった。プログラムの中身は、クープランやラモーなどのバロック音楽から、当時の同時代の現代音楽まで、 会ごとに違う曲目が組まれ、数多くの日本で、初演の曲目の他にも、世界初演の一曲も演奏された。この来日演奏会は、音楽の殿様と称された、徳川頼貞公爵や、元次郎と同じく学生の身分であった、川上哲太郎、中島健造、大岡昌平、川森義造、中野義雄、野村孝一なども堪能した。 元次郎と一緒に行った友人は、第三高等学校時代以来の友人、小山田義和で、元次郎と同じ音楽通であった。小山田は、作曲趣味もあり、後に三考野球部の勝利の歌を作曲した人物であるなも、その翌月12月23日に元次郎は、滋賀県大津の公会堂で、青空文芸講演会のために、過去を朗読し、余興で歌も歌唱した後、 翌二十四日の夜、戸野村茂、ヨドノ竜造、清水義夫、奈良本明夫、と浅見厚氏と一緒に、京都の岡崎公会堂で行われたジルマルシェックスの、国別演奏会も聞きに行った。非常に寒い晩で、ジルマルシェックスの花は赤くなっていた。フランス近代音楽、ジルマルシェックスの演奏会の一回目と二回目では、元次郎は、日頃から親しんでいた、ベートーベンのソナタが、 演奏には大いに感動するが、その他のフランス現代のものにはちつとも感じが起こらぬという印象で心細い気がしていた。しかし3回目では、その美しさに気づかされ、ベートーベンのソナタ第17番、テンペスト・クープランの子守歌、またはユリカゴの愛、シューマンの美しい小さい歌の組み合わせのような子供の情景、ショパンの十二の練習曲などを経て、 ドビュッシーの版画、グラナダの夕べ、雨の庭を聞いた、デビュッシーの三つの版画になりました。その趣は、ミニチがつたものでした。バゴードというのはオリエンタルな、匂いのある、グルナードの湯は少し手の込んだもので、雨の庭は、比較的アワーラなもので、その三つが、実に、これまでに知らなかった様式の美しさで惹かれました。版画という題目に強さされたのかもしれませんが、 本当に、画の感じがした、誰か近頃のフランスの画家に比較ができそうな気がしました。カジー・モトジロー、近藤・直人宛の書簡、ドビュッシーの次に、ラベルの、夜のがスパールを聞いたモトジローは、慣れるごとに、フランス近代を音楽に新しい美しさを、監督していき、残りの回の演奏会に期待を寄せた。それからモーリス・ラベルは、スカルボという三つ目の章が面白かったと思いました。 悪霊めいた奴が笑いつたり、バッつたりしてたくさんで踊りつているような趣きがありました。次のリストが、メフィストワルツの表題を持っていますがどうしたわけかこれの方がうんと、メフィストワルツ的でした。そしてこの人はやはりモダンな匂い日がありながら、デビューシートはまるで違うのです。1日目2日目のいいプログラムにもかかわらず現代、フランスを、 気分に出した音楽という風の反感でしか見られなか、つた私はこの3日目にタウト音楽の分野における新しいものを覗いたことになりました。あとの3回が大きな機会です。私は、あとの3回が回を重ねるごとに会場にも慣れすべてに慣れて心を純粋にして聴けて、だんだん良くなるような気がします。梶井本次郎、近藤直人宛の所感ドイツの影響が濃かった。 日本のクラシック音楽界にとって、ジルマルシェックスのピアノ演奏会は、新しいフランス風のエスプリを日本に吹き込み、ドビュッシーの演目などを浸透させるきっかけとなった。ギダユーの会、気学的幻覚執筆の約1ヶ月前の1927年11月10日、伊豆湯ヶ島に滞在中であった、カジーモトジローは、キスミドンヤの資産家、杉山の屋敷で行われた。 ジョールリギダユーの会を見に行った。そのギダユーの会は、元次郎が宿泊していた、湯川屋の主人や、あんまの荘さん、飲み屋、林川の女神宿の菓子屋、木村屋の主人、自転車屋の足立太一が集結し、彼らの師匠で大阪からやってきたジョールリ語りの顔色の悪い老婆を囲んで、一人ずつギダユーを披露するものであった。湯河島での生活では、 好きな音楽に触れる機会もない元次郎は、その素人の集会に興味を持ってお経し、それぞれ得意の喉を一節うなる、村人の義太夫を楽しんだ。あんまは、先代萩をやってたが、一生懸命にやってたので下手でも面白く聞けた。一生懸命で、低い声のところなど思うように声が出ないので、小説に切り隠せつを吹き、供養にき、飛ばすようにやって,ていたが、これは、 和洋の性格を通じての下手の素朴な発声法だらうと思った。正岡が泣きくどくところでは、あんまさんは思い切ってえげつない顔をした。彼は初めから酔いつたように歌った。なだらかなところでは目を開けてやる。すると目開きとか張らないのだ。そんなのを見ていると僕は悲しく楽しくなり、あんまさんに好意が増すのを感じた、梶井い次郎、淀野の竜宛ての書簡そして、 元次郎は別格のうまさを持つ先生格の老婆、竹本東福の義太夫に非常に感心して、その喉や三味線に聞き入った。先生というのは酒屋の段三章半七をやつたが思い切って低い罰ス。それから最も高い構成、それからその間の声、それから強めたり弱めたりなどが初切り変化を持つて行われ、この人だけが、 声学的な環境を起こさせた。それからシャミセンも、なかなか達者で、あの顔色の悪い指、ママ、した女がすっかり死案として、シャミセンの音色、その掛け声、は、気学的な幻想とも言うべきものを起こすに十分だった。カジ元次郎淀ロー、ヨ宛の書簡ここで元次郎は、気学的幻想という言葉を使い、演奏者の動作と、奏でる音との有利現象を語っているが、 ここで感じた体感が翌月執筆の気学的幻覚の創作契機となった。またこのギ太夫の会の環境から大阪生まれながらも文楽をまだ見ていなかったことを残念がりリードの練習や歌曲愛好の思いも想起している。また君と一緒に銀座で買い伝たリードの中のメフィストを持つと努力して歌減るように習うと思ったりした。あの リードのうちの半分ほどを、もうやつだが、難しいので後の半分ほどは、良すきでいる、気学がなくてあんなものをやらうとするのは無謀に、等しいのだ。しかし、ムッソログスキーという作者には、非常に敬意を払いふことを得た。梶井元次郎淀ロー、ヨ宛ての書簡、気学的幻覚の原稿は、翌12月中旬に出来上がったが、同時に仕上げた、家計の話も、 幻覚を扱った作品で、水の音と四角との間に生じる神秘をテーマに描いている。この、家計の話の構想は、早急や闇の絵巻と共に創作能と闇への書に記されているが、気学的幻覚にはそういった倉庫がないため、ギラユーの会での体験から2年前のジルマルシェックスの演奏会が思い出され、同様の幻覚、原始のテーマ作品が、 同時に出来上がったものと見られている。気学的幻覚と家計の話の2編は、12月20日頃に、萩原作太郎と尾崎史郎宛に送付された。これは、萩原と北原白州主催の同人誌詩、近代風景で発表されることを元次郎が望んだ。ためで、それ以前に元次郎は、東京の尾崎宛に、その誌詩に、紹介の牢を取ってもらいたい旨の手紙を書いていたと、 見られている原子錯覚、梶井元次郎の作品には、原子や幻覚を扱ったものが参見されるが、この、器楽的幻覚執筆前後には、家計の話のテーマである、小さな水の背のラギの音から導かれる原子や錯覚、目を裏切る音が神秘な感情を持って聞こえる、主題などが、倉庫に綴られている。また、闇の絵巻の中でも触れられている夜時の甘木声を、 結婚するなど、強い不安を感じていた、精神状態の時期でもあった。この同じ11月には、前行で述べた、議題有の会の体験をしているが、同時期には、山裾を歩く、自分自身を、落合楼の上の高台から原始している、女上師なるものを綴っている。昨日書いた、女上師なるものを見せてやらうか。これは、落合の上の下田街道から下を見ると、 一体の風景が見えるだらう。左の方に、瀬古の滝へ行く近道が、向こう山の山裾をを巡るつているね。それを見ながらの助長しと心得てくれ。この展望を降りて彼方なるかの山裾をを巡らん。山裾は広く道は細ければ我らいかに少なさ。苦見ゆならんは我らいかに少なさ苦見ゆならんこれでは、言い足りない。しかし言い足りてないところに、作者の称して尽きない環境がある。これは、元でで、ね。 これから小説を一つ作るつもり、するとその環境はなくなる。梶井元次郎、淀の竜像宛の書簡、ギダユーの会の翌月の12月25日には、湯ヶ島一帯を巡回している。大見和学が、瀬古の滝と西平にもやってきて、金、太鼓、笛、三味線が鳴り響く中、太陽光に、キラキラ光る剣を振って踊る獅子舞を見物している。も次郎は、 仮面が生きて動いているような錯覚を感じ入り、強く惹かれた。僕は、獅子が剣を振るって踊るのが一番好きです。仮面をつけたことによって起こる錯覚というのは実に、芸術的です。僕は、あの司祭らしい獅子の面が面白くてならなかった。脳狂言で面が動くように見えるというのは、本当でせう。むしろ当然のことでせう。僕は、面を愛します。 また面を愛する人を愛します。夕方、裏山への没手を行ったら彼らが、朝日屋の裏座敷へとまげつたことを知りました。彼らも一種の、伊豆の踊り子です。裏山や神楽の止まりし小窓なり、梶井元次郎、淀の竜蔵宛の書簡こういった本来見えないものを、見る元次郎の認識や、俯瞰的な視点、聴覚と、視覚から導かれる錯覚や原始から言葉を、紡いで行き、作品の形成となった。 カジイモトジロが音楽を好きになったのは、子供の頃から母、久が消費地力やオルガンを弾き歌って聴かせていたこともあるが、本格的に洋楽に目覚めたきっかけは、三重県立第四中学校時代に楽譜の読み方を習ったことが基礎にあった。第三高等学校理科校類に進んでからも、蓄音機を持っている友人の下宿でクラシックレコードをかけ、 楽譜を片手に太いバスの声でオペラを歌う趣味を持っていた。元次郎はオルガンも弾くことができた。一曲につき約10銭で買えた輸入楽譜を購入して曲を研究し、ブラームス、フーゴー・ボルフ、リムスキー・コルサコフ、ベートーベン、バッハやヘンデルなどの譜面を持っていた。蓄音機や楽器が欲しくても買えなかった元次郎は楽譜を見ながら公共曲も口笛で歌えるように、 なっていた。元次郎は当時までであった外国人の演奏家の来日公演にもよく足を運んだ。1919年10月のロシア大歌劇団の来日公演では剣を買う金がなく、寮でカルメニやファウストを歌ってやり過ごしたが、1921年3月に来日したエルマンの京都岡崎の公会堂でのバイオリン演奏会は2円の切符代をなんとか。 苦面していき、公演終了後にエルマンに握手をしてもらい管理したりした。その後も1922年秋に来日したゴドフスキーのピアノ演奏会や、1923年春の空論式の上野音楽学校のベートーベンの第9の初演、ジンバリストの演奏会、5月の日露公共楽団など、ほとんど全部聴きに行った。 そんな元次郎は1921年には自分が音楽の天才ではないことをすでに自覚しており、これから音楽の研究なんぞ始めるのは自分にと、つては凡人的の趣味を養うに過ぎないとして、非凡人になるためには贅沢の沙汰であり、超人根性である趣味というものをばかげたものと自戒していたが、それでも音楽の趣味だけは捨てることはできずに、 研究を止めることはできなかった。気学的幻覚は、愛部、闇の絵巻、交尾に移行する以前の絶望への情熱を主題としている、早急や冬の葉へと同種の心理的状況下で書かれた作品で、あるが主要な代表作に比べると、作品論は少ない傾向にある。しかしながら、魅惑的な短編として評価されている。また、家事文学では、 見ることで、対象との一体化、自己喪失の状態を示しているが、それが唐突に破られて、我に帰ってしまう、孤独の瞬間があり、気学的幻覚も、路上、家計の話などと同様にそれを描いている、作品である。小林秀夫は、家計の話や、気学的幻覚は、極めて精緻な抽象的解析を語って、色彩や音響そのものの実質感に満ちていると、 公表している。金秀美は、元次郎の、微妙なそして鋭敏な知覚作用の底に、痛ましい魂の歌声を聞くとして、気学的幻覚は、苦しい、交尾への旋律へと昇るつて行ったと位置づけている。高橋秀夫は、器用か卓行きの随想での変幻で語られる、芸術感を鑑みて、芸術の表現は、発する存在と受け取る、 存在の間に張り渡された糸みたいなものだとし、音楽の場合、発信者と聴者の間に媒介者がいることが本質的な緊張関係を形成していると説明しつつ、しかしながら聴者が発信者と媒介者の二者と相対しながら緊張の意図を保つことも可能とし、その時に聴者に起こる幻覚、幻惑は聴者が 緊張の意図を通じて日射を吸収してしまった必然の結果だとして、それは最大の幻想者としての聞き手の成立だと解説している。そして高橋はそうした幻覚を描いている、気学的幻覚で、元次郎が異常を近くした有利の感覚を奏者の意志からも音楽からも何かが有利していったものとし、その孤独感を聞くことの極限だと評し、 その音楽体験が、近現代を音楽の新しさに対するインパクトからでは、なく、元次郎が音楽体験の変容の本質性を言葉として描いたことの重要さや、新しさを指摘している。曲目が、ドビュッシー、ラベル、オネゲル、ミオだったから新しかったのではなかった。音楽を受け止め、聞く人間の側に、異常や逸脱が行き着く最後の場所まで行く過程が、発生したこと、 それが、作品の言葉となって定着したこと、それが新しい。新しいというよりも、それが、本質的なことだった。高橋秀夫、母なるもの、近代文学と音楽の場所、山田桃子は、気学的幻覚における近現代フランス音楽の、音楽体験が、その当時のラジオ放送開始や映画、交通網の発展などの、メディアテクノロジーの浸透と知覚の変容の過程でも、 あった急速な東京の都市化と関連させ、知覚の変容という同時代の問題系を共有する超手像として分析し、この作品が音楽領域だけではない同時代の問題系へと接続していると考察している。山田はまず、元次郎が義太夫の会の体感を気学的幻想と称していたにもかかわらず、 幻想というロマン主義的な言葉を避けて厳格に変えていることに着目し、その後異変化を音楽体験における音楽を知覚する体という領域の前景化と明白に関わっている都市、これと異なるベートーベンのピアノソナタ、熱情の音楽体験との対象、対立関係を意図して両体験が語られていると考察している。そしてフランス近現代音楽の 非連続性と対応する新たな主体性の再領域が示唆されている音楽体験では主体性の解体が疑似的な全体性の加工とともに新たな再編成へと向かう変容の場を未だ可視化していると山田は論考し内田百の旅順入場式との共通性を鑑みつつ共に1920年代後半の時代変化の問題形を浮上させ照射している作品だとし さらに元次郎の土地の花の近くの変容も同時に鑑みている。乗車中の電車の響きや都市の喧騒が音楽に聞こえ、それが止まらなくなると記述する土地の花など、歌人作品にはメディアテクノロジーの浸透を伴った社会編成の変化における近くの変容、を加速する消費と生産の循環に対応し、組み入れられる新たな主体性。 その問題形への関与が見られるが、気学的幻覚はその問題形に、フランス近現代音楽というそれ、自体を音楽史における画界を刻まれた、非連続的な音楽によって生じた、調子経験の内側からの解体を記述することによって接続している。山田桃子、梶井いも次郎、気学的幻覚、知覚の変容と、音楽、1920年代の初層から柏倉。 安子は演奏会の休憩時間に誰かが吹いた口笛に剣を覚える奏話を入れていることを劇作家としての手腕としてそれが次の展開へのうまい導入になっていると評している。また、聴衆から孤立していく自分の感覚を説明する場面で子供の頃に誰もがやった覚えのある両耳をせいだり開けたりして周囲の喧奏や親からの説教音を聞いてみる。 いたずらを比喩に使ううまさを指摘しつつ、その状況の意味を子供心には判然としなくても人間の無意味さ、その本来的な孤独に触れているとし、人間存在のこの不条理性を元次郎が気学的幻覚で描こうとしていると解説している。視覚と聴覚のちょっとした相互から発した幻覚は、ついには人間の果てもない孤独を開示するに至る。日常的な意識では、 絶対に捉えらない真実の層を、幻覚的意識が垣間見せてくれたのである。実はここには、ファシズムの群衆心理に通じる魔力が潜んでいるのだが、私はそこまでは気づかない。ただ一度このメカニズムに気づいた、私には、現実の秩序は、全く違って見える。柏倉康夫、氷田、梶井い次郎、見ること、それはもう何かなのだ柏倉は、最後に、 私が出口に向かうとき、完全の公尺の背広の威厳に満ちた姿が倒れてしまうのは、日常では、権威の象徴である人物も、非日常的な目を獲得した私にとっては、その威言の意味も失われてしまうことだと解説し、表面下の本来の孤独を暴かれた突端に、たちまち萎縮してあへなくその場に倒れてしまうという、鮮烈なイメージに、福祉の匂いという嗅覚で、 人間本来の孤独を監督していることが元次郎らしいとしている。そして一度真実を知った私が医師とは無関係に同様の犯行を何人物心に加えて大勢の人をその場に打ち倒してしまう様相を帯びたクライマックスを説明し、そこには二度目の冬も湯ヶ島で迎えざるを得なかった元次郎の孤独感が反映されているとしている。ありがとうございます。